歴史エッセイストの白駒ひとみです。私は日頃、日本の歴史や文化の素晴らしさをお伝えする講演や執筆を行っています。YouTube では歴史を身近に感じて親しんでいただきたくて、NHK 大河ドラマどうする家康を見ながら人生に生かそうという企画を毎週お届けしています。特に大河ドラマは NHK が制作していることもあり、全部史実で成り立っていると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これは歴史上の人物を主人公にした壮大なドラマです。そのドラマを丸ごと楽しみつつ、史実や通説をしっかりと抑えることで、人生の糧になるものを吸収していこうという趣旨で動画をお届けしています。令和5年10月22日放送のどうする家康第40話、天下人家康。ああ、三成びいきの私は切なかったな。かつては星空を見て語り合い、志を一つにしていた家康と三成。あれれ？従来の通説とは違ったストーリーになるのかなと期待していたんですよね。最近の研究では家康と三成はいがみ合っていなかったとか、関ヶ原の戦いを仕掛けたのは三成ではなく、むしろ毛利輝元や大谷義継が乗り気で、三成の方が彼らに誘われたのだといった新説が出てきたと聞いていたので、どうする家康はもしかしたら最新の説をたどるのかなと思っていましたが、第40話ではついに三成が突っ走ってしまいました。異国の地で兵糧もないまま命がけで戦い続け、帰還した加藤清正らに、三成はようお帰りになられた、皆々のご苦労、我らも涙の出る思い、大義でござったと労をねぎらうも、戦のしくじりの責めは不問といたしまする、と言い放ってしまったのです。彼らが朝鮮で戦っている間、三成が秀吉に逐次戦況報告をしていますが、すべての人にとって納得のいく報告なんてありえませんし、三成は戦争を終結させるために秀吉への報告をわざと控えたり、虚偽の報告をしたりすることもあったと言われていますから、彼らは三成に対して不信感を募らせていたと思うんですよね。その三成から帰国早々心ない一言を浴びせられたのですから、彼らがブチギレするのも無理はありません。おそらく多くの視聴者が、いくら頭が良くて実務処理能力があっても、あそこまで人の気持ちを汲めないんだから三成が失脚するのも仕方ないと思われたのではないでしょうか。もしかしたら、いるいる、ああいうやつがうちの職場にも、とそりの合わない嫌われ者の顔を思い浮かべた方もいらしたかもしれませんね。でもその見方はちょっと表面的すぎると思うんです。今日はどうする家康では描ききれなかった石田三成の本当の凄さをお伝えしてまいりますね。一般的に官僚タイプと言われる三成ですが、若き日は清正たちと戦場を駆け巡っていました。でも戦の指揮がうまいわけではなく、戦場ではそれほど目立つ存在ではなかったようです。そんな三成が秀吉の関白就任とともに自身の才能を大きく開花させていったのです。逆に言うと、三成がある分野において天才的な才能を持っていることを見抜いた秀吉はやっぱりすごいと思います。その分野とは経済です。まず秀吉は三成を堺奉行に抜擢します。堺は当時の経済の中心であり、大阪に拠点を置く豊臣政権にとって重要な場所。しかし一方で、堺は商人たちの自治区であり、独立の気概がみなぎっていて、非常に統治の難しい土地でもありました。三成はこの堺の統治を見事に成し遂げ、堺に経済の拠点としての機能に加え、兵站基地としての機能も持たせることに成功するのです。この効果は九州征伐で遺憾なく発揮されます。
陸路だけでなく堺からの海路を活用することで大軍の兵站を円滑に運用し、結果的に九州征伐を短期間で終わらせることに貢献しました。さらに三成の貢献は戦いが終わってからも続きます。秀吉の天下統一で最も大きな痛手を受けたのは誰かといえば長宗我部と島津でしょう。彼らはそれぞれ四国制覇と九州制覇にあと一歩のところまでこぎつけながら、その直前で秀吉率いる天下の大軍に阻まれ、長宗我部は元の土佐一国、島津も薩摩大隅の二カ国と日向の一部に戻されたのです。戦に負けるというのはもちろん名誉に関わることですが、おそらく民やリーダーにとってそれ以上に辛いのは経済的困窮ではないでしょうか。長宗我部も島津も領土が大きくなる過程で家臣団が増え続け、財政も膨らみ続けているのです。戦に敗れ領土を削られたからといって一度雇った家臣団を解雇するのは忍びなく、膨張した財政を元に戻すのは不可能に近い。敗戦の後に待っているのは経済の破綻です。ここで秀吉は島津のもとに秘密兵器を派遣します。もちろんそれは三成です。彼のふるさと近江は近江商人発祥の地。その土地柄の影響なのか、三成は経済に対する感覚が鋭敏というか天才なんです。嘘か本当か分かりませんが、一説には複式簿記までできたと言われています。島津のもとに派遣された三成は経済の仕組みや帳簿の付け方を教えました。秀吉の天下統一により経済が一変した。大阪に日本中の物資が集められ位置が立ち、値が決まり、再び物資が地方に運ばれていく。この仕組みを利用して国で取れた米を国内需要を除いてすべて大阪に出し、現金に変え、その現金で必要な物資を大阪で安く買えばいい。ちなみに現金とわざわざ申し上げたのは大阪が金本位制ではなく銀本位制だったからです。それはともかくとして、三成は秀吉に敗れた島津の財政を救うために経済の仕組みを解き、経理技術まで教えたのですね。秀吉は武力による国内統一と新しい国家づくりを同時に行っていたので、その懐刀である三成には戦争の遂行とその事後処理、さらにその地域の統治体制の確立と膨大な量の仕事が任されました。それらの仕事を三成は恐るべき処理能力で完遂していったのです。特に戦後処理とその後の統治に関わることにより三成の権威はその職責をはるかに超えていきました。その勢いは凄まじく、大大名の一人である毛利輝元に石田には大いに気を使うと言わしめ、三成によって財政破綻を免れた島津義弘は三成のことを太閤の孤高の臣で、その権威は比べるものなしと語っています。いかがですか、石田三成最強伝説。ただ頭の回転が速く小賢しいだけの人間と三成を見くびっていた方に、本当の三成の実力をご理解いただけたでしょうか。実力があって義に熱い戦国武将としてはこれだけで魅力は十分。それ以上のことを三成に望むのは酷かなと思います。しかも秀吉の信頼が厚く権威が増しても、三成は賄賂を受け取るなどのやましいことは一切してこなかった。くぅ、泣ける。本当にまっすぐなんですよ。そんな三成についてドラマの中の北の漫所がつぶやきましたよね。あの子はまっすぐすぎる。世の中は歪んでおるものなのに。そうそう、それなんですよ。そしてこの言葉をつぶやく前に北の漫所は
三成自身にこう提案しています。一同に一言詫びを入れて酒でも酌み交わしては。はあ、これを三成が受け入れて対応していたら歴史は変わったかもしれませんね。秀吉は戦もうまく経済の分野でも優れた才能を発揮しましたが、この秀吉の二つの天才性を清正と三成がそれぞれ最も色濃く受け継ぎ、二人はその才をさらに究極まで高めたと私は捉えています。だからもしこの二人がお互いを認め合い、秀頼様のためにという思いで協力し合うことができたら、豊臣政権は滅ばなくても済んだのではないかとつい無双してしまうのです。ここで仮に清正らを武断派、三成らを文治派と呼ぶことにしましょう。秀吉の天下統一の過程では双方が自分にふさわしい活躍の場を与えられるので、彼らの役割分担が自然と機能していました。秀吉が天下人になってからは文治派に重きが置かれ、分断が始まりましたが、秀吉の目の黒いうちはそれが顕在化することはなかったのです。そして秀吉の死後も前田利家が両者の立場を理解し、うまくバランスをとっていました。惜しむべきは利家が秀吉の後を追うように亡くなってしまったことです。利家亡き後、両者の対立は深刻化し、内部抗争によって豊臣政権は崩壊していきます。どんな組織も滅びゆく理由はたった一つ、内部崩壊なんですね。逆に言えば政権内部を二分化して戦いを起こさせ、実力で奪い取るというのが天下を簒奪する際の常套手段なんですよね。秀吉もそうやって織田家から天下を奪い、今また家康も豊臣家から天下を奪おうとしているのです。大切なものを守るためには一枚岩になることです。このことを私に教えてくれたのは、筑後柳川藩を治めた立花家の末裔、立花民男さんです。民男さんのご先祖立花宗茂は奇跡の戦国武将で、大小無数の戦に出陣しながら、ただの一度も負け戦がありません。朝鮮の陣でも立花3000の兵で5万の民軍を打ち破ったとされ、名将小早川隆景が立花3000の兵は竹の1万に匹敵すると感嘆しています。私は当初この立花軍の強さの秘密を知りたかったのです。思い切ってその問いかけをご子孫である民男さんにぶつけてみましたが、残念ながら強さの秘密は民男さんにもわからないそうです。でもね白駒さん、とその時立花さんはおっしゃいました。私が立花の末裔に生まれて何を誇りに思っているのかといえば、それは立花軍が強かったことではありません。江戸時代、多くの大名家が衰退し没落する中、立花家は栄え続け、今なお柳川の市民の皆様から慕っていただいています。それが私の誇りです。そして私は没落していった大名家と栄え続けた立花家の違いならわかります。それって強さの秘密よりも大切じゃないですか。だって経営で一番大切な要素は強さよりも永続性でしょ。その秘密を教えていただけるなんてありがたすぎます。居住いを正して立花さんの言葉を待っていると、予想もしない答えが返ってきました。白駒さん、大名家が没落する理由はおそらく全て同じだと思いますよ。お家騒動です。お家騒動は正義と悪があるんじゃない。どちらの派閥もお家を大切に思ってくれています。だからリーダーにとって頭が痛いのです。でもこの事態を放っておくと、徳川幕府から処罰され、最悪の場合はお家取り潰しという由々しき事態を招きます。
だからリーダーは涙を飲んでどちらかの派閥を処罰しなければならないのです。こんなことが二度三度と起きたらどうなりますか。お家を大切に思ってくれている家臣を失うことになるんですよ。つまり人材の枯渇を招く。それによって大名家は衰退していくのです。私はここまで聞いたとき、イギリスの歴史学者アーノルド・トインビーの言葉を思い出しました。トインビーは世界史の中で滅んだ民族を調べ上げ、それらの民族はすべて内部崩壊によって滅んだと断言しています。内部崩壊とお家騒動、同じじゃないですか。大歴史学者と立花さんの見方が一致しているってすごいですよね。ただ実際は敵に滅ぼされた民族もあるのですが、トインビーが言っているのはそういうことではありません。敵がやってきたというのは、その民族が滅ぶきっかけを与えただけ。その民族が滅んだ本質の理由は内部にしかない。これがトインビーの分析なんですよね。そしてトインビーの言う内部崩壊がどのような道筋をたどって起こるのかを研究されたのが、元アサヒビール相談役の中条孝則先生です。中条先生は内部崩壊を招く要素を3つ挙げてくださいました。 1. 理想を失った民族は滅びる。 2. 全ての価値を物やお金に置き換えて心の価値を見失った民族は滅びる。 3. 歴史を忘れた民族は滅びる。中条先生によれば、この中のどれか一つでも当てはまれば、その民族は滅ばざるを得ないそうです。怖いですね。戦後の日本はこの全てが当てはまる三重苦だったのではないでしょうか。実はこの話をお聞きしたことがきっかけとなり、その現代日本の三重苦を解消し、日本人が本来大切に継承してきたものを取り戻す一助になることを創業理念として、私は株式会社ことほぎを立ち上げました。今回のどうする家康第40話は、その初心に立ち返る機会を私に与えてくれました。今、私たち日本人は多くの自然災害や様々な困難を経験し、目には見えない大切なものに気づき始めました。それらを取り戻すことができたときに、あの震災のおかげ、あの集中豪雨のおかげと、過去のすべてを受け入れ、過去のすべてに感謝できる日が来るはずです。そんな未来をご一緒に紡いでまいりましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。歴史エッセイストの白駒ひとみでした。このチャンネルを面白いと思ってくださった方は高評価ボタンを、そして他にも様々な動画を投稿していますので、興味を持ってくださった方はチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。